こんにちは。名曲ワンポイントレッスンの動画へようこそ。今回はバッハのマタイ受難曲を紹介していきたいと思います。このマタイ受難曲はですね、キリスト教の内容を題材にしてるんです。マタイというのは人の名前で、マタイによる福音書の著者ですね。福音書っていうのはイエスの原稿を記録した本のことです。それで新約聖書はキリスト教の聖典の一つなんですけども、その中にマタイによる福音書っていうのが収められているということですね。じゃあ受難って何なのかというと、受難というのはイエス・キリストが自分の死を予感して逮捕されて裁判にかけられて最終的に十字架にかけられてしまうっていう、その一連の流れのことを受難と言います。それで受難を題材にした曲なので受難曲っていうふうになってます。マタイの福音書の受難に関する記述からインスピレーションを受けて作曲されたのがこのマタイ受難曲っていう曲です。で、この曲はオラトリオのスタイルで書かれてます。オラトリオっていうのは宗教を題材にした音楽劇のことです。オペラとオラトリオって結構似てる点もあるんですけど、オペラはわりかし通俗性の高い内容であることが多いと。それに対してオラトリオは宗教を題材にしているもので、厳粛なムードのものが多いですね。それでバッハはこのマタイ受難曲で二重合唱っていうスタイルを採用してます。合唱隊が2個存在している編成だということですね。これによって受難劇の複雑な内容っていうのを表現しています。これが特筆すべき点ですね。それで今回紹介するのはマタイ受難曲全体の後半に出てくる彼を貼り付けにせよっていうシーンです。ピラトっていう人がイエスの命を預かってるわけなんですけども、ピラトはイエスに対して同情的だったんです。だから何とかして救おうとするんだけども、民衆が暴走してしまって、このイエスというわけわからないことを言ってる悪の人物を処刑しろ、十字架にかけろっていうふうに大絶叫するんですよね。そこのシーンを今回紹介したいなっていうふうに思います。非常に重要なシーンです。さあ、そうしましたらまずこの合唱のバスのパートを弾いていきたいと思います。はい、この辺までにしておきましょうか。このパートにですね、実は不協和音程がたくさん詰まってます。はい、ということでここ3回はですね、不協和音の魅力っていうのをテーマにやらせていただいてるんですけども、ここの中に実は不協和音程がいくつも入ってます。あれ？でもおかしいじゃないかって思いません？不協和音っていうのは一般的には2個以上の音がこうとかこういう風にぶつかることを言うと思ってませんか？確かにその認識で間違ってないんですけども、同時にならなくても不協和音程っていう概念は存在してるんです。じゃあ今弾いたフレーズの中にどこに不協和音程があったかってことなんですけど、ここです。一つはラシャープとレ、もう一つはミシャープとシ。これらはそれぞれ弦4度と弦5度っていう音程なんですよ。で、音程の中で弦といったら絶対に不協和音程なんです。綺麗な音程になることはないんですよ。だからこの音程どちらも不協和音程ということになります。これがあることによってなんとなく不安定な音楽性になってますよね。これが素晴らしい表現技法なんです。特にこの弦5度の音程は西洋音楽界の中では長らく意味嫌われていたわけなんです。で、キリスト教的な考え方では特にこの弦5度の音程を悪魔の音程っていうふうに呼んでました。不安な気持ちになりますよね。この音程の中に悪魔が潜んでるっていうふうに考えられていたんです。そうすると悪魔の音程表現したいんだったらこうやって同時に出してハモらせればいいじゃんっていうふうに思いますよね。でもですね、その表現は実はロマン派にならないと出てこないんです。ロマン派の特に後期になってくると悪魔の音程を目立たせて出して悪魔的な表現をするっていうのはよく出てくるんですけども、でもバッハが生きていた後期バロックっていう時代ではそういう表現はまだできなかったっていうことなんですよね。そこでバッハが編み出したのは水平的な不協和音程です。
つまりですね、同時に2つの音を鳴らして不協和音を作るっていうのは、縦に音が鳴っていると考えて、これを数直的不協和音程と呼ぶことにします。それに対して1声部の中で不協和音程に当たる音を出していくことを水平的不協和音程っていうふうにここでは呼んでいきたいと思います。数直的にこの音程を出すことはダメだったとしても、水平的にだったら表現できるんで、バッハはそれを利用してます。ということで、ここには2つの不協和音程、弦4度と弦5度があるということが分かりました。で、さらに細かく見ていくと、もっとたくさんの水平的不協和音程があって、例えば1小節目のラシャープとラーナチュラル、で次のドシャープとドーナチュラル、あとミシャープとミーナチュラルみたいにですね、こういうのも水平的な不協和音程として存在してるんですよ。不協和音程を形成している音同士が横の間隔で結構離れてるんですけども、それでもこういう音楽性って当時のバロック期の音楽ではほぼありえなかったことなんですよ。こう何回も何回も不協和音程が水平的に出てくるっていう状態ですね。これによって制御を失ってしまった民衆の様子っていうのが表現されてると言えます。さあ、今までの話を踏まえてバスのフレーズをもう一回聞いてみましょう。はい、バス一声部なんで垂直的な不協和音程は発生してないんですけども、水平的不協和音程がすごくいい味を出しているということがわかりますよね。それで音楽はここで終わんないんです。最初にバスが入ってきて、次にテノール、アルト、そしてソプラノっていう風にどんどん他の声部が入ってくるようになってるんです。これが面白いところで、バッハはですね、大法っていう音楽理論のマスターでした。その大法で模倣っていう考え方があるんですけど、ここではそれを応用して次々と声部が入ってくるような仕掛けになってます。こういう具合なんですよね。しかもここ二重合唱が同時に歌うシーンなんですよ。つまりマタイ受難曲に参加している合唱隊全員が歌うシーンなんですよね。だから大迫力なシーンになってます。それによってイエスを貼り付けにせよっていう風に叫んでる民衆の大絶叫、これを表現しているということになるわけなんですよね。ということで、最後にバッハの表現技法をおさらいしていきたいと思います。実はこのマタイ受難曲は劇の内容と音楽性っていうのを一致させてるんですよ。それが素晴らしい工夫で、例えばイエスが喋ったこととか明白なことっていうのは簡単な音楽性、こういう分かりやすい音楽性で表現してます。こういうのは神の世界の表現だってふうに言えると思うんですよね。それに対して人間界の吸ったもんだとか悪事だとか、そういう複雑な内容、混乱に関わる内容っていうのは複雑な音楽性でできてるんですよ。まさにこの曲がそうなんですけども、大法っていう技法を複雑に応用しながら民衆の混乱っていうのを描いています。このシーンのバッハの演出は本当に素晴らしいと思います。それは前のシーンと比べてみるともっとよく分かって、この直前のシーンでソプラノのアリアがあるんですよ。でソプラノが愛ゆえに私の救い主は死なんとすっていう風にイエスのことを歌うシーンがあるんですよね。このアリアは弦楽器ではなくて管楽器が伴奏するようになってるんですね。それでフルートの音色がすごく怪しく神秘的に響くようになってるんです。だからちょっと属性とは離れて天上世界に一旦吸い込まれるような気分になる、それが直前のアリアなんです。その神秘的なシーンの後でこのシーンがやってきます。ということなんですよね。不協和音がバリバリ使われている複雑な音楽性でやってくるんです。歌ってる内容は彼イエスを貼り付けにせよっていうことですね。民衆たちは本来救世主であるはずのイエスを勝手に悪人だと決めつけて鬱憤を晴らすかのごとく集団心理に苛まれて集団ヒステリーを起こしてしまうんですよね。
それによって救世主イエスは実際に貼り付けにかけられてしまうことになります。その際の民衆の狂気カオスっていうのをこの不協和音程で巧みに表現してるっていうのがバッハのすごいところ。ということなんですよ。それで最後にこのマタイ受難曲を聴く際の注意点といいますか、それをお話ししておきますと、この曲に限らないですけども、宗教音楽って日本人からするとちょっととっつきにくいなっていうふうに思いません？というのは日本にももちろんクリスチャンの方たくさんいますけども、圧倒的に無宗教の人の方が多いとは思うんですよね。だからこのマタイ受難曲見てみても、あ、なんか綺麗だなとか、なんか悲しいなとか、ここは盛り上がってるんだろうなとか、最初はそういうことしか感じられないと思うんですよ。でもそれはそれでいいと思うんです。私は特に宗教に興味がない日本人であれば、聖書の内容なんて知らないのが当然だと思うんですよね。だから最初はバッハの演出、なんか天上の世界に行ったと思ったらいきなり現実がやってきたなとかですね、そういうド派手な演出っていうのに耳を凝らして聴いてほしいなっていうふうに思いますね。それでこの音楽面白いなっていうふうに思ったら、興味が出てきたら新約聖書の中身とか読んでみると助けになるんじゃないかなっていうふうに思います。ということでこの説明を聞いてちょっとでもこの曲に興味が出てきたなと思ったら、少しずつ聴いてみてください。この曲3時間あってすごい長い曲なんで、本当に最初は1部分ずつ1曲ずつ聴いていくっていう聴き方でもいいと思いますので、バッハの最高傑作の一つでありますので、ぜひ聴いてください。ということで今回はこれで終了にしたいと思います。どうもありがとうございました。